いつもグジネットワークをご覧いただきまして誠にありがとうございます。グジの岩佐です。今日はよろしくお願いします。朝早くのグジ大阪店、ヘルの今回のラインナップをご紹介したいと思います。じゃあもう早速進んじゃっていいですか。はい、お願いします。はいはい、まずヘルノなんですけれども、最初はねレインコートなんかをからをスタートした非常に歴史のあるブランドなんですけれども、最近はどちらかというとダウン系のアイテムとかいわゆるカジュアルアウターの方が多くなっておりまして、ラインナップ的にはで僕たちもまあダウンジャケットを中心にご用意しているというところですね、秋冬に関しては。はい、ね、今回4つぐらいのカテゴリーに、分けてご提案させていただいてるんですけれども、まあ、ラグジュアリー系とかボア系とか、まあ、ニット系とか、まあ、ラミナーギア系ですね、素材撥水系のアイテムがあるんですけれども、まずはそのラグジュアリー系のものから、はい、ご紹介したいと思います。まあ、ヘルノといえばね、本当に膨大なコレクションの中から、まあ、お店に合うものを選んで、そうですね、提案するっていうことができるブランドなので、はい、まあ、僕たちなりの提案ということにはなりますよね。そうですね、どれぐらいのラインナップがあるかは、まあ、イタリアの画像なんかをちょっと差し込んでいただいたら分かっていただけると思うんですけれども、ショールームとかピッティともにやばいですよね。スーパービッグブランドですね。ちょっとした小型体育館ぐらいはあるんでそうですね、はいはい、確かにもう本当にコレクションって全種類サンプルを作るんでね。そうですね、はい、なのですごい量なんですけれども、絶対外せないのがやっぱこのラグジュアリー系のもの、値段はね立派なものになってきてますけど、今回チョイスした6000素材カシミヤシルクですね、ヒアチェンサーですよね、はい、これしかもこれ毎年のことなんですけど撥水かかってるっていうね、撥水糸使ってるんで、まあ、それを織り上げることによって撥水機能のついたカシミヤシルクの素材になるというところですね、はい、こういうねこのウールっぽいタッチのもので防水性を出そうとするとなんかフィルムみたいなねものを内側に貼って それで水を通さないっていうパターンがほぼほぼ全てなんですけど、そうですね、いわゆるストームシステム的な、はいはい、ヘルノのこのシリーズは糸の段階で防水性というか持たせてるんで、風合いがもう完全にそうですそうです、ナチュラルですね、フィルムを貼ってないんで、まあ、普通の風白の生地を触ってるかのような感じの、ね、柔らかいんですよね、硬、はい、くないというか、そうですそうです、そういう利点はダウンジャケットに一番最適なラグジュアリー素材なんじゃないかなと。めちゃくちゃラグジュアリーですもんね。そうですね、またこの色のチョイスが今回ラグジュアリーといえばこういう色なんですけれども、はい、意外とこういう素材こういう色の方が人気があったりする。そうですね、はい、なんかこうライトグレーのウールパンツと合わせたりとか、ちょっと薄手のねあのインディゴのデニムとかと合わせたり、そうそう、あまりコントラスト、うん、目のコントラスト、はい、スタイリングにも来てまして、スタイリングにもちょっと俺ら早かった早かったですかね、去年から前と以前とちょっと比べて変わってきてるのが、シュレットが少しだけ緩やかに、はい、なってきてまして、今までピタピタの多かったはずなんですけど、ですのでちょっとこれはちょっとだけこうリラックスしたシルエットになりますので、ちょっと一回羽織ってみますね。はい、はい、お願いします、はい、で、僕普段のサイズ46、いつも通りのサイズを着用しているんですけれども、まあ、腕の太さであったりとかこの前のウエスト少しだけこう緩やかな感じの、肩も少し落ちてますね。そうですね、肩もこうグッと中に入ってないという感じ、まあ、今まではこう着ると見た目すっごいシャープなものが多かった中、ヘルノも少しずつ変わってきてリラックスした感じ、そうですね、ラグジュアリーな感じが分かるような感じのシルエットに、まあ、その方が、まあ、僕なんかこういう生地には合ってるんじゃないかなと思いますね。もちろんね、その従来の細いシルエットというかシャープなものも提案されてるんですけど、はい、僕たちとしては少しリラックス感のあるシルエットの方が、まあ、今の大人の、ね、男性に着ていただきたいなという感じなの で、こうエレガンスを出しやすいというか、はいはい、中はこう別に細くても大丈夫だと思うんです、細いままでも大丈夫だと思うんですけど、アウターだけリラックス少ししてもいいんじゃないかなという提案ですね。あれもヘルノらしいですよね。らしさが、はい、僕はこの方がこの特にこの素材は出るんじゃないかなと思ってまして、どうですか、ピタピタ感出てないですね。全然出てないですね。そうですよね、はい、こんな感じ。なんかこうエレガントなシルエットっていうものの概念も結構変わってきてますよね今。そうですね、はい、まあ、大人の余裕をシルエットで感じさせるみたいなものがいいですね。そうそうそう、あの無理せず着るみたいな感じ ですね、自然なタッチの、うん、はい、シルエットが、まあ、ナチュラルなフィッティングというかのものが出てるという感じですね。なるほど、はい、どんどん行きましょうか、はい、どんどん行きましょうか、先はやばいですね、先は長いんでね、やばいですね、はい、今日、はい、行きます、次、はい、これちょっとメルトン風の生地ですかね、はい、はい、すごいメルトンというとゴワゴワしたイメージあるんですけど、すっごいソフトでステッチもそんなにねこう出してないというかね、全然出てないですよね。 それがこれのこだわりかなと思います。裏の方でつないで、うん、表にはほとんどつなぎ目を出してないというシルエットですね、うん、ちょっとこうミリタリー調のデザインかなと、うん、思います。デザインはね、そういうミリタリーっぽい感じですけど、素材がもう明らかにエレガントですね。素材がラグジュアリーで
こうこのふわっとしたメルトンで、なおかつこう作りも縫製のこだわりもすごい感じるんで、僕ね見たらこれなんじゃこれみたいな思うんですけど、洋服好きは燃えるというか、こういうものに一見一番カジュアルかもしれないようなアイテムなのに、作りのこだわりでいうとサルトとかで使うようなコートの手法なんで、もともとそういう出自ですもんね。クラシコイタリアのこう代表的なブランドでしたので、そのクラシカルなものづくりができるという、こういうところをねこの素材で提案できるっていうのはヘルノのやっぱすごいとこかなと思いますね。ぜひ店頭で見ていただきたいアイテムですね。これはこれ一番ねこうカジュアルにパッと着れるカーディガン感覚で着れるようなアイテムではあるんで、続きましてこれも見た目にエレガントですね。色がいいですね。素材の開発なんかもね、あのヘルノって結構独自でされてまして、ツヤ感とマット感を両方出てるみたいな、ね、珍しいタイプですよね、うん、そうですね。もうシャイニーさんはねちょっと光の下行かないとわからないぐらいのややこうマットな感じですね。ちょっとシルキータッチな感じの素材です。あ、そうですね、うん、ですね。で、ボアがついてますね。最近のヘルノはもう動物のボアよりかはまあまあエコですよね。エコファーみたいなね、はい、エコファーを使うことが多くなってまして、これもその一つですかね。もう当たり前になりましたね、そのエコファーっていうのも。そうですね、エコファーだから安っぽいっていうものはなくなりましたね。むしろエコファーの方が高いんちゃうかぐらいの。そうですね、こだわりがねもうエコファー本物かのような感じのクオリティになってきてるんで、技術がかなり上がりましたね。そうですね、エコファーの、はい、まあ、その方が、まあ、あのお手入れももちろんしやすいですしね、先ほどのものとは一点ちょっとこうタイトなシルエット、まあ、いつもの従来のヘルノの感覚で着ていただけるタイプですね。これはいつものヘルノというシュッとした感じが出せるというすごく上品なダウンだと思います。そうですね、はい、もう色も素晴らしいというですね、エレガントカラーか。そうですね。でエレガント系の次は最近めちゃめちゃ増えてきましたよね、ボア系。ボア系、はい、コレクション内にめちゃくちゃ増えてきているという、このサステナブル流れから そのファーとかボアとかの開発力がもう非常に高まった結果、はい、すごく上品なものが作れるようになったっていう実力の産物かもしれないですね、うん、ええのが生地ができたしここはやっとこうかなみたいな感じの、今までこれまでのヘルノにはあまりなかったものですから、考えられないような。そうですね、フリースなんですけどフリースっぽくないですよね。そうですね、ムートンのタッチがあるというか。そうですね、はい、なんかこうそういうものってやっぱりアウトドアブランドとか、はい、カジュアル系のストリートブランドが出すものの風合いとは一味違う仕上がりになるところがヘルノ流ですね。そうですね、このデザイン、まあ、デザインはやっぱりヘルノらしいデザインのものであったりとか、同じくボアを使っているものでも切り返しこういうものもできますし、それね全然似たデザインってアウトドアものであるんですけどね。そうですね、まあ、これなんか逆にあのロップショルダーで少しこうリラックスしたシルエットの方なんですけれども、切り返しとかも上手ですし、やっぱりこのヘルノらしさ随所に残してるんで、そうですね、それがいいですよね。新しいことをしつつもこのブランドらしさはやはり残してるっていうので、フリースのねもっちり感というか、はい、ゴージャス感はやっぱりヘルノならではですね。なんかよく見かけるやつよりアウターって感じですよね。アウターらしさが出てるっていうところですね、はい、薄くないですもんね生地が。そうですね、繊維っていうのを感じますよ、やっぱりこれは本当にすごいところやなと思います。いいフリースが開発できたんで、そうですね、オヘルノでもしっかり提案されていると。やっぱ触るとね違いますもんね、はい、うん、あとボア系でもねちょっと変わり種ありますよ。ちょっとこれさっきのフードとデザインは結構近いですけど、はい、あ、そうなんですよ、デザインほとんど一緒なんですけどね、裏側にボアが張っているタイプですね。そうです、これちょっとシャイニーな感じでキラキラしててちょっとしてますね、エレガント系な感じでも見た目はちょっとこういうこれもミリタリーっぽい感じのデザイン、これは見た目本当にヘルノっぽいんですけど、そうですね、はい、中全面入ってますんでね、このファーが。袖の裏は入ってない。袖の裏は入ってないです。ボディの部分は全部入ってますんで、あったかそうですよこれ。そうですね、やばそう、うん、これはヘルノらしいな、まあ、従来のヘルノのデザインに、はい、まあ、新しいテクニカルなボアがついたっていう感じですね。そうですね、このボアも安っぽいとまずいじゃないですか。いや、ほんまにダメですよね、ヘルノに合わなくなるじゃないですか。合わなくなりますもんね、はい、だからヘルノらしさをやっぱ表現できるボアなんで、これも素敵だなと。いいですね、はい、結構ね昔本当に天然の使ってたんですね、こういう時もね。そうですね、はい、遜色ない感じのものがやっぱできてるんですね、はい、はい、でボアに続きましてヘルノが最近かなり力を入れているシリーズですねね、これニット系、はい、ニットのシリーズですね。びっくりしましたよね、これ最初出た時は。そうですね、ヘルノがニットって今やもう結構作ってますよね、ニットのコレクション。そうですね、はい、かなり多いですね、はい、増えてきてるんですけど、僕たちのチョイスの中心はアウター風のニットといいまして、
一見こう完全なニットなんですけれども中にライニングが貼られてまして、まあ、今の時期とか、まあ、一番真冬の除いてはもうこれをアウターとして着ていただける時期が長いんじゃないかなと。で真冬なんかこの上から、まあ、ちょっとこうリラックスシルエットのねアウターとか着ていただけるというような感じ。ダウンベストとかもいいかもしれないですね。そうですね、こうダウンベスト、そうですね、これにヘルノのダウンベストなんかバッチリかなと。ヘルノのねニットアウターって裏地つけてるじゃないですか、はい、それが従来のねニットブランドだとなかなかできないというかコストがグググと上がってしまうところではあるんですよね。ニットブランドできないと思いますよ。 その機械がそういう機能がないですよね。ないアウターの技術がないとこれはできないと思いますんで、あの見た目はニットなんですけど基本的にこれアウターだと思います。ヘルノって感じです。これもね、また糸のね色とかもヘルノらしい色ですし。そうなんですよ、なんかゲージの切り替えもなんかヘルノ風ですしデザインもやっぱヘルノじゃないですか。そうですね、はい、でそのプルオーバーのね方なんかフードがやっぱヘルノらしい色のナイロンがついてるじゃないですか。切り替えがされてるんでこういうところもあヘルノのねこのタグロゴもついてますけどこういうところにだらしさとヘルノらしさっていうのをね感じていただければと思いますんで、素晴らしいデザインやと思います、はい、これいきましょうか。一点ベーシックですね。一点ベーシック、一番ベーシックかもしれないですね。そうですね、まあ、どこに着ていっても OK みたいなぐらいの、このボリュームなんで何かのインナーにされる方も多いですしこれをメインと使われる方も多いんですけど従来のこうヘルノの一番こうボリュームのあるラインというかあの一番ヘルノらしさを表現しているラインで、まあ、これは比較的ぴったりしたフィットで、素材も撥水を楽器化したものですね。あんまりモコモコしてないシリーズです。そうですね、はい、新しいシルエットのものとかねラグジュアリーなものも選んでますけどこういう従来のものもしっかり、そうですね、無事には変わらずご用意したいっていう思いもありますんで、まあ、ベーシックラインとしてもご用意できてます、はい、でもう一つラミナーというのが、ね、ありますんでちょっとコーナーを分けてますんでそちらに移動したいと思いますので、はいはい、ちょっと場所が変わりましてラミナーのコーナーに来ております。ヘルノの中では一番ギア感というか素材がこう撥水、まあかなり機能性のある素材を使ったシリーズでしてゴアテックスを使ったりしているコレクションですかね。ゴアテックスを使って独自の世界観を出すというのは非常に難しいことなんですよね。ゴアテックス社が OK 出さないと基本的には作れないんです、デザインは、はい、なのでロゴもタグもちょっと違うじゃないですか、はい、ヘルノのゴアテックスみたいなのですもんね、色とかもね、はい、それすごいことなんで、はい、ヘルノとゴアテックスのタグっていう感じを感じますよね。すごいですね、はいはい、まず行きましょうかね。ダウンベスト、なこれいいですね、まあ、あのゴアテックスなんですけどこう新色みたいな感じでこういう浅葱色みたいなのね出まして、まあ、黒とかねあのネイビーホワイト系が中心なんですけど少しこう提案のカラーも毎シーズン少しだけ入ってまして、ゴアテックス自体があんまりたくさん出さないっていうのもあって、うん、色やなって思った時はその買い時かもしれないです。そうですね、はい、もう来年多分出ないじゃないですかこういうのって。なかなかね、はい、僕とか欲しいですよ、やっぱいい色ですね。確かにそうですね、冬の観戦には、はい、なこれゴルフでも欲しいぐらい、まあいいですね、はい、いいですね。でこのシリーズこういうアウターももちろん提案されてまして、どうですかこのシンプルさを追求した。シンプルですけどシルエットにちょっと特徴がありそうですね。そうなんですよ、これ見ていただくとかなりこうドロップショルダーショートの丈で、なおかつこのピッチが極太というこれまでのご紹介したヘルノにはなかった感じですよね。アーバンギアコレクションのラミナーだけにやっぱモダンな要素がかなり注入されてますね。そうですね、ですんでこれね珍しくねフードもなかったりとかね、最近こうラミナーのシリーズねフードがないものとかも出してきてて、ここもアーバン系ですよ ね、はい、そういう提案になってきてますね。しかもこのスタンドカラーのボリュームすごいですもんねこれだからもうあえてこれですもんね、うん、フードを使わない代わりにそうですね、こういうデザインに、ここはモコモコしたデザインにしてると、もうこれ自体がもうネックウォーマー感ですね。そうですね、はい、そういうやっぱりギア感を高めたシリーズ、うん、かつモダン、まあ、アーバンを感じていただけるようなコレクションになってますね、うん、あこれがそうですね、丈短いんですよ結構、丈短いのもなんかまたええな思ってきてるんですよ。やっぱりショートだけいいですよ、はい、なんか長いのがすっごいコート他のコートでは増えたんで、これショートっていうのも最近ちょっといいなと思い始めてまして、ね、これも流れってありますよね。あります、やっぱりこういうラミナーからこういうものって提案されるのかなと思います。でこれ僕好きなんですよ、まあ、ちょっとミリタリー由来のデザインですかね、はい、そうですね、これも機能性素材とボアのこれはコンビネーション、あいいですね、はい、ラミナーでそういうボアがついてるっていうのは結構珍しいかもしれないですね。そうですね、で、まあ、ストーンアイランドとかでもあったようなこういう大きい、まあ、2段になってる、ね、2段ハンドウォーマーみたいな感じの構造ですね、はい、これ一回羽織ってもらってもいいですか。そうですね、これ羽織ってみますね、はい、着てみました。これも比較的丈は
これ僕ね最近ねこれジャケットの裾とか出るじゃないですか、はい、これ OK やな思ってきてるんですよ。チラッと出るぐらい、はい、あの昔絶対隠れてほしかったじゃないですか。そうですね、隠れてほしいとか隠れないとみたいな感じですよね。ないといけないみたいなのあったじゃないですか。僕それも最近なくなりまして、ちょっとチラッと出てる方がいけてんちゃうかな。むしろね、むしろ今まで言ってたの何やったんやっていう話になりますけど、ファッションっていうのは、まあ、最近よく言うじゃないですか、リベラルさが高まってるというか、はいはいはい、まあ、OK とする解釈の度合いが広がってるっていう、うん、そうですね、はい、いいですよね。このなんかこういうテープがね、止水テープみたいなのあっててアクセントになっててボアがついてて、でこれに関してはそこまで緩いシルエットではないですね。そうですね、従来のヘルノぐらいかなっていう感じですかね。そうですね、結構これ46ですけど比較的ぴったりするんじゃないかなと止めるとね思いますので、いやいいデザインやと思います。もう着たままいきます。これ、はい、脱いでいいですか。もう着たまま行ってくれても大丈夫です。もう最後なんで、はい、これはオアテックス使いつつフリースハイブリッドタイプをしてますんで、これもねヘルノラミナーらしさが出てますね。これは比較的、まあ、着たままこれええなゴルフにそうですね、はい、まあ、こうちょっとこう腕入ってないんで持ち運びも便利ですし、まあ、自転車だったりとかスポーツする人もありかなと思うデザインですね。割とフィット感のあるシルエットですしね。そうです、これはねあのフィット感のあるシルエットなんで、ややこうスポーツテイストがあるというシリーズですね。アーバンテイストのものとちょっとスポーツテイストのものとって分けると、このスポーツティーなテイストのものになりますね、はい、ラミナーらしいやつですね。そうですね、はい、で最後ですかねこれ。そうですね、はい、もうあの技術を結集しまくったやつです、はい、ちょっと中もお見せしたいぐらいですけど、お見せしていいんですか、はいはい、ぜひ開いていただけると、はい、技術の結集したやつ、いやあのこれ見たら なんやねんって思いますけど、これ全部外れるんですよね。あ、そうですね、デタッチャブルっていうんですか、はい、このダウンのこのライニングが外せるんですよね。でこの外したらちょっとスプリングコートとしても ね、 そうですね、使っていただけるんで、これは別に真夏以外の3シーズン着ていただける。そうなんですよね。でデザインがやっぱり M51 風っていうんですか、まあ、モッツコート風、うん、っていうところですかね、はい、フィッシュテールにはなってないんですけど、モッツコート風のデザインですね。まあ、減るのがね結構好きでよくやるような感じのデザインではありますね、うん、そうですそうです。ラミナーのシリーズじゃなくてもあったぐらいのものなんで、まあ、減るのらしさっていうのを出したシリーズですね。そうですね、でラミナーに落とし込んだという形ですね。でこれね、あの中の外したダウンなんですけども、これ袖まで入ってるんで、スタンドカラーのアウターみたいな感じで、それだけダウンの中身だけを単独で使っていただくこともできるというそのインナーダウンとして他のものと合わせるのもありっていうことですね。ありですね。なので 3way 4way になってきますよね。そうそうですね、はい、もうなんぼでもって感じになりますね、はい、そうですね、はい、そういうシリーズ今回も用意してますんで、たっぷりたっぷりでしたね。いや結構な量ですね、はい、もうめちゃくちゃラインナップをご紹介したんですけど、まださらにグジゴルフでもありますんで、今日ご紹介してないラインナップ、グジゴルフの方でも少しだけ提案はしてますんで、見分け方難しいですけどね。なんかあの、はい、全身の写真が載ってるものは青い線が写真に入ってます。ゴルフの方が、はい、はいですね、あと表の中にゴルフって書いてるのがレベルとして、はいはい、展開レベルを、はい、それがゴルフです。でグジのものはグジって書いてま す、ね、あ、なるほど。僕たちが考えるゴルフに向いていますよというヘルノのシリーズを分けて、はい、チョイスしてますんで、非常に分かりにくくて、はい、すいません。なかなかねメンズでこんだけヘルノをやるっていうのは、はい、なかなかご用意しているところは少ないと思いますんで、ぜひ、はい、店頭にてお待ちしておりますんで、ではまたよろしくお願いします、はい。